おはようございます、南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は6月6日木曜日です。今日は1984年にソ連でコンピューターゲームテトリスが作られた日なんですって。ハマったわテトリス。高校生の時だったかな、ゲームボーイを私持ってなかったので、友達からゲームボーイごとテトリスを借りて週末にねちょっと遊ばせてもらったりとかしてたんですけど、任天堂 DS が出てからは任天堂ドックスがやりたくて私は DS を買ったんですけれども、もちろんテトリスも買って楽しんでましたね。それでかなり満足して、結構こう半身浴の時とかにテトリスずっとやってたりとかしてましたけれども、テトリスに慣れてこう瞬間的な判断とか操作が数多くなってくると、次第にこう思考が自動化されてくるんですよね。それが何十分とか何時間とか続けられるようになるんですけど、まあそれでこう催眠状態となったりとかするっていう状態がテトリスハイ、テトリスハイって飲み物みたいな中毒みたいな症状になって、でこれを日本大学の森教授がゲーム脳という仮説を提唱したってことなんですけど、まあ熱中するのはいいけどハマりすぎるのもどうかなっていうことですよね。そんな南花の今日は何の日、6月6日、今日も世界で様々な記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。さあ6月6日の記念日、いろいろ紹介していきます。今日多いんだよね。まずは飲み水の日。これは東京都薬剤師公衆衛生委員会というのが1990年に制定しました世界環境デーの翌日ということもあって、薬だけでなく健康に関わり合いのあるものに貢献していくのが薬剤師の仕事ということで、東京の水道水の水源である、利根川などの水質検査を行ってるんだそうですよ。これはすごく意義がある記念日ですね。知らなかったです。これ素晴らしい記念日だと思いました。それから梅の日、これは和歌山県田辺市の紀州田辺梅振興協議会、紀州梅の会というのが制定しました。1545年の6月6日に東京鴨神社の例祭、葵祭りで、五奈良天皇が神事をされた時に、梅が献上されたという、ここから来ているということですね。暑いからちょっと梅は美味しいよね。そして、ロールケーキの日というのもあります。これは北九州市小倉でロールケーキで町おこしをしている小倉ロールケーキ研究会が制定しました。ロールケーキのロとロールケーキの断面が6の字に見えるっていうことからロールケーキの日なんですって。小倉ロールケーキ研究会、そっか、北九州なかなか最近は行く機会がないんですけど、行ったらちょっとロールケーキ食べたいと思います。それからワイパーの日、これはワイパーブレードのメーカーで構成する日本ワイパーブレード連合会が制定しました。6月はワイパーがよく使われる梅雨の時期であって、ワイパーは2本1組であることから同じ数が並ぶこの日を記念日としたということで、全然ワイパー使わないですね今週はね。来週今日明日とかから降ってくるかな。そして補聴器の日、全国補聴器メーカー協議会と全国補聴器販売店協会が2000年に制定しました。6を2つ向かい合わせにすると耳の形に見えることから、あ、なるほどね。そして羊の日というのもあります。メリーチョコレートカンパニーと手芸用品店の湯沢屋が2010年に制定しました。6が羊の巻いた角の形に見えることからなんですって。両社は羊をキャラクターに使用しており、また本社が同じ東京都大田区にあることからコラボレーション企画として記念日が制定されたんですって。そうなんだ、大田区、まあ確かに大きい湯沢屋ねあるけど、メリーの本社も大田区だったって知らなかったですね。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、お稽古の日。これ私知らなかったんですけど、昔から芸事は6歳の6月6日から始めると上達するって言われてるんですって。そのため、まあ、その言われをね踏襲して、見つけたのが3つ、記念日があります。まず1つは楽器の日、これは全国楽器協会が1970年に制定しました。そして邦楽の日、東京邦楽器商協会、現在の東京邦楽器商工業協同組合が1985年に制定したもの。それから生け花の日っていうのもあるんですけど、
そうなんだ。6歳の6月6日には始めたお稽古は私は一切ないんですけど、小学生の時はお習字とピアノとソロ版をやっていて、その中で一番こう開花したのがソロ版ね。県大会優勝とかしてましたからね、2年間連続で。まあでも皆さんどんなお稽古やってましたかということで、今日は6月6日お稽古の日ご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか。ハマるとか熱中するっていうのはすごくいいことですよね。ブラジルワールドカップに出場を決めた日本サッカーで、三浦知良選手が日本人の誰でも出場できる権利はあるんだと。だから高校生でも大学生でもチャンスはあるし、46歳の僕でもチャンスはある。だから目指していきたいということで、やっぱり夢は諦めずに目標は高く持つ。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。